変形と可動の両立への道、ゼータガンダムのプラモデル進化の歴史。 MSZ-006 ゼータガンダムは1985年に公開された機動戦士ゼータガンダムの後半主役機として初登場して以降、機動戦士ガンダムダブルゼータや各種派生作品にも登場する機体です。ガンダムタイプで初めて巡航形態であるウェイブライダーへの変形能力を搭載しており、現在までに数多くのプラモデルがリリースされています。今回はそんなゼータガンダムのプラモデルの進化をご紹介させていただきます。ゼータガンダム神湯行きます。ゼータガンダムが初めて発売されたキットはこちら、144分の1、ゼータガンダム。発売日1985年8月、アニメ放映中に発売されたキットになります。まだこの頃はガシガシ動かすことができず、ウェイブライダーに変形することもできませんでした。ゼータガンダムの大きな魅力の一つは可変機構なので、複雑な変形ギミックをなんとか実現できないか研究され、ガンダムプラモデル史上初めて変形可能なプラモデルが誕生します。それがこちら、100分の1フルアクションゼータガンダム。発売日1985年10月。このキットの大きなポイントはゼータガンダム特有のウェイブライダーへの変形ギミックです。またこの当時のキットは現在主流のパーツを組み合わせて作るバチ組みのキットではなく、接着剤を使って製作する必要があります。144分の1に比べると大きいサイズではありますが、細かいパーツもあり、接着面が小さいものも存在します。そのため特に指や腰のパーツに接着剤を塗りすぎると固まって動かなくなる恐れがあることや、接続部分は変形を繰り返し楽しむとその脆さから破損してしまう恐れがあります。ウェイブライダー形態では設定画に近いフォルムとなっているものの、モビルスーツ形態では特に胸部のバランスに課題が残るキットではありますが、これから発売されるゼータガンダムのプラモデルだけでなく、その他変形機構を持つ機体のキットの発展に関わり、原型とも呼べる歴史的なキットとなっています。慣れないうちはあんなものだ。その後さらにスケールアップされたキットが発売されます。60分の1、ゼータガンダム。発売日1985年11月。このキットもまだ接着剤が必要であり、製作難易度は高めとなっています。そしてスケールは大きいですが変形はできません。しかし大迫力の60分の1サイズであり、モビルスーツ形態でのプロポーションが良いことから、完成した時の圧倒的な存在感に感動する一品となっています。なお頭部のツインアイパーツが独立しているなど、近年のプラモデルのスタンダードな構造の先駆けとなっています。次に発売されたのがこちら、220分の1、ゼータガンダム。発売日1985年12月。220分の1なのでかなり小さく、プロポーションは良好ですが、稼働しない直立キットになります。お手頃価格300円となっていたため、手軽に購入できるキットです。ただし成型色は白一色となっており、塗装という最重要課題が待ち受ける一品となっていました。今や色眼でも塗り分けられている時代なので、時の流れを感じさせるキットとなっています。とても懐かしい感じがする。ここから月日は経ち、現在もブランド化されたおなじみのキットが発売されます。 HG144 分の1、ゼータガンダム。発売日1990年5月。初期の HG モデルです。まだウェイブライダーへの変形はできないものの、パーツの差し替えによりオリジナルの形態であるウェイブシューターに変形できるようになっており、後に登場するゼータプラスにも応用されています。ウェイブシューター専用のウィングを装備しているので、元のゼータガンダムとは異なるバックパックを装備した新たな姿のゼータガンダムを楽しむことができます。ウェイブシューターはウェイブライダーの大気圏突入能力を省き、大気圏内低空での飛行性能などの向上が図られた形態です。なおこのキットには現在のリアルグレードに採用されている軟化素材が関節などに採用されており、後のプラモデルに影響を与えた一品となっています。ここから一気に技術が向上し、ついにこのモデルが登場します。マスターグレード100分の1、ゼータガンダム。発売日1996年4月。マスターグレード創世記に発売されたキットとなります。初めて
差し替えなしで完全変形が再現された革新的な一品となっており、さらに模型では初のハイパーネガランチャーが搭載されています。特にウェイブライダーに変形する際の腕の収納ギミックはウェイブライダーのスマートなフォルムを再現させています。そしてコイン型電池を使用することでテールスタビライザーを発光させることが可能です。しかしプロポーションと変形の両立の難しさからジョイント部の保持力が弱く、ポージングの固定が難しいという課題が残りました。しかしその秀逸な出来栄えから1998年7月にはクロムネッキコーティングを施したスペシャルバージョンが発売されるなど、付加価値をつけた派生キットも登場しています。ここからさらなる進化を遂げて発売されたのがこちら、パーフェクトグレード60分の1ゼータガンダム。発売日2000年3月。改善を重ね60分の1サイズで再び再現されました。ライブメカニックの稼働を再現したアクションメカニックモデルと完全な変形を両立させたゼータガンダムの最高峰モデルです。発光ギミックが進化してマスターグレードのようなスタビライザーだけでなくツインアイなどを含めた合計4箇所が発光します。保持力を確保するためにプラスチックだけでなく金具のパーツが使用され、各ブロックのロック機構により保持力が高められているほか、変形ギミックはジャクル連動やスプリングを使用することでプレイバリューに富んでいます。総パーツ数は1000を超えており、製作に苦労しますが、その出来栄えの高さから素晴らしい達成感を味わうことができる一品となっています。その機体やりすぎなんじゃないです？ずっと試されてるみたいだ。こうして変形ギミックとプロポーションを両立し、保持力を確保するという技術が確立された後、今度は小型のキットに技術を反映していきます。そしてリリースされたのがこちら、 HGUC144/1 ゼータガンダム。発売日2003年10月。変形の際はパーツ差し替えが必要ですが、プロポーションと保持力の高さを両立したキットです。色分け塗装が必要な箇所がありますが、構成がシンプルで組みやすいので初心者におすすめの一品となりました。その後2005年に劇場版機動戦士ゼータガンダム星を継ぐものが公開されます。これに合わせて発売されたのがこちら、劇場公開記念限定版144/1 HGUC ゼータガンダムエクストラフィニッシュバージョン。発売日2005年11月。渋めのメタリックカラー仕上げが魅力的なキットとなっています。さらにこの流れに合わせて再設計されたマスターグレードも登場します。マスターグレード100/1ゼータガンダムバージョン 2.0。 発売日2005年12月。過去の変形ギミックを見直し、さらに改良されたキットです。昔のマスターグレードで問題になっていた関節部の保持力を上げながら、より洗練されたスムーズな変形ギミックを再現しています。ウェイブライダー形態ではロックギミックがあるため、パーツの重さによるフォルムの崩れを防止しています。モビルスーツ形態での設置性に課題が残りますが、カタパルトベースが付属されているので動きのあるポージングでのディスプレイが可能となっています。さらにこの頃のマスターグレードは合わせ目が目立ちにくい構造が増えてきており、素組みでもかなり完成度が高い一品です。なおマスターグレードバージョン 2.0 はその人気と高い完成度から2007年3月に派生機体であるゼータガンダム3号機ホワイトユニコーンも発売されています。アムノさんか。ここまでは作りごたえのある劇中の再現度の高いゼータガンダムが発売されてきましたが、再現度を高めた結果完成への難易度が上がり、制作時間もかかるというガンプラ初心者への敷居が高くなりました。そこで発売されたのがこちら、スピードグレードコレクション200/1ゼータガンダム。発売日2008年3月。スピードグレードは最初から塗装されたパーツが用意され、短時間でささっと作りたい方や初心者の方向けに設計されています。そのため組み立て時間は平均15分で作ることができるとされています。しかもランナーからのパーツ切り出しはニッパーが不要で、素手で切り出し可能となっています。200分の1という小さなサイズで、このプロポーションがバンダイ脅威のメカニズムを感じさせてくれる一品です。うまいじゃないか。その後2008年12月19日にゼータガンダムブルーレイメモリアルボックスが発売され、合わせてリミテッドモデルが登場します。
それがこちら、マスターグレード100分の1ゼータガンダムバージョン 2.0 HD カラー。発売日2009年1月。グロッセイ系で光沢感のある機体を表現しています。そして同年12月にはガンプラ30周年を記念して一部をクリアパーツにしたマスターグレード100分の1ゼータガンダムバージョン 2.0 限定クリアパーツ付きも発売されました。そしてついに144分の1でも完全変形が再現されます。それがこちら、リアルグレード144分の1ゼータガンダム。発売日2012年11月。リアルグレードシリーズの第10弾にあたるキットで新規アドバンスドモビルスーツジョイントを採用しています。144分の1という小型サイズでありながらプロポーションと変形ギミックを両立した非常に完成度が高い一品となりました。今の話本当なんですか？ただしゼータガンダムのピーキーさを体現したかのごとく、とても繊細で脆くなっているのでガシガシ動かすのではなく、モビルスーツやウェイブライダー形態でディスプレイするといった楽しみ方が推奨されるキットです。なお2017年にはブルーを基調としたリミテッドカラーバージョンが期間限定で発売されています。可変機構の複雑さから144分の1では課題が残る一方、100分の1ではその完成度の高さからか、マスターグレードバージョン 2.0 を流用したキットが発売されます。それがこちら、2015年2月グレイゼータ、2015年6月レッドゼータ。ガンダムイボルブ9に登場した3機のゼータガンダムのうちホワイトユニコーン以外の2機もついに発売されました。マスターグレードバージョン 2.0 の発売から10年越しの発売となっており、長年愛される出来栄えの良さが伺えます。大人のやり口ですね。一方で144分の1の完成度をさらに高めるべく、2020年のガンプラ40周年に向けた新プロジェクト、ガンプラエボリューションプロジェクト第1弾として発売されたのがこちら、 HGUC ガンプラエボリューションプロジェクト144分の1ゼータガンダム。発売日2017年4月。いわゆる HGUC のリバイブ版です。 HG シリーズ3番目のモデルであり、特にアクション性に重点を置いて設計されています。ウェイブライダーへの変形ギミックを差し替え式にした代わりに HG 史上最高レベルの可動域が実現されており、従来を超える多彩なポージングが可能となっています。ウェイブライダー時の降着用に本物の航空機を参考にして設計されたランディングギアを付属させてリアリティを上げたキットです。現代的なスタイリッシュなバランスで仕上がっており、それでいて可変を楽しみつつ動かして好きなポージングを楽しむことまで追求した一品となりました。なおプレミアムバンダイでは2017年9月にウェイブシューター版が限定発売されています。27年の時を経て HG のウェイブシューター形態を再現しているほか、新規造形により大型化されたシールドが付属されました。その後2018年にはグリプス戦役から幾多の洗浄を経て装甲の一部が回収されたという設定のゼータガンダム宇宙世紀 0088 後期仕様モデルがプレミアムバンダイで発売されました。こちらは色分けやスラスターの造形が改善されているというグレードアップ版ともいえる一品になっており、 HGUC 版の人気の高さがうかがえます。ゼータガンダムは複雑な可変機構を再現しつつも、プロポーション、可動範囲、そして模型としての耐久性を向上させるという非常に難しい4つの課題が待ち受けるという制作者の方々の苦労が読み取れる機体となっています。やってみなくちゃわからないだろう。驚異的な制作ボリュームの代わりに素晴らしい達成感を得られる60分の1パーフェクトグレード、完全変形とプロポーションと耐久性の両立を得られる100分の1マスターグレードバージョン 2.0、完全変形を捨てた差し替え式の代わりに動かして遊べる144分の1 HGUC、 その素晴らしいプロポーションを飾って楽しむ144分の1リアルグレード。皆様もぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。